ジェニー・トゥーレルは現在のベラルーシ出身のメゾソブラの歌手。ロシア帝国領ビーツェプスクに、イェニー・ダビドビチとして生まれる。フルートとピアノを学んだが、ロシア革命のために、家族ともども、ダンツヒ近郊に行き、結局パリに移り住んだ。パリでは、レーナルド・アーンとアンナイル・トゥアに支持した。1929年に、エミール・クーパーの指揮で、ボロディンのイーゴリコに出演して、 パリデビューを飾り、翌年にはシカゴシビックオペラでエルネストモレのロレンザッチョに出演してアメリカデビューを飾った。その後、パリのオペラ座とニューヨークのメトロポリタン歌劇場を往来するようになったが、1940年にナチス占領前のパリを脱出してアメリカに渡り、1946年に市民権を取得した。その後はレナード・バーンスタインの エレミアの初演、1951年のフェニーチザでのストラビンスキーの宝刀時の編歴の初演への参加などが挙げられ、バーンスタインは彼女のために私は音楽が嫌いという連作歌曲を作っている。ジュリアード学院などでも教弁を取り、主な弟子にバーバラ・ヘンドリックスが挙げられる。ニューヨークで死去した。ありがとうございます。